次に木内俊明さん。えー、本当に例会最後の まあ、一般質問になりました、まあ、だいぶ皆さんお疲れと思いますけれどももう少しご成聴をよろしくお願いしたいなと思います、えー、それでは通告に基づきまして以下教育行政等について一般質問を行いますのでよろしくお願いを申し上げますさて横山教育長が退任をされ後任として藤本を 教育長が就任をされ早いもので1年か経過ししようとしておりますご承知のとおり私は昨年の9月定例会において横山教育,教育長が任期を終えるにあたり18年間の長きにわたる教育長としての激務に満行の謝意を表し在任中を振り返り 教育長としての思いまた希望がかなわなかった団長の念等について一,本一般質問を行いましたそして横山教育長からは40分を超える拡張あるご答弁を賜りその内容に強い共感を覚えたところであります特に今も忘れず脳裏に残っていることは作家・教育 五木寛之氏の著書である下山の思想という単行本の文面を引用され。宮津市の学校教育のあるべき姿を登山に比喩され、示唆されたことであります。今思えば横山教育長が訴えたかったことは、学校教育のみならず、宮津市の現状を広く見据え、歴史を長い目で見れば宮津市はこれからは。 下山の準備から行動に入る時期でありしかしそれは決して終わりにつながる行動ではなく新たな登山に挑戦するために必要な行動であり今は次なる道の登山に備える時かと思えるとの見解でありその教えは宮津市の前途に勇気と希望を送る。 くれた感がいたしておりますまた同時に私たちに対する心温まる識別の念であったと深く受け止めておりますまた学校教育社会教育についても豊かな心を求めて心を大切にする教育の推進をはじめとして宮津市が秘めているま 町の良き品質や類まれなる大きな要素を豊富に内包する投資の特性を認識し日本産景と誇る自然と文化が織りなす典型の景観の下で情熱と意欲を持って日本一と自認することができる学校の実現に向け日本一の学校 特色ある学校づくりの推進にも取り組まれました平成23年度からは時の流れに従い特色ある学校づくりを発展的解消し魅力ある学校づくりとしてリニューアルスタートしており魅力ある学校は一朝一夕にして成し遂げるものではないことから 計画実践総括を3年間のスパンで捉え平成24年25年度を実践活動並びに総括として藤本教育長に継承されていると認識いたしておりますこのように横山教育長は宮津なら,ばならではの魅力ある学校を実現することが市の環境 雰囲気にふさわしくふるさとを愛しふるさとを誇りに思う子どもたちの育成に全力を傾注してきていただきましたそして今日では横山教育長の多くの教育方針が藤本教育長にバトンタッチをされ踏襲すべきところは受け継がれまた藤本教育長の独自のカラーを 出すべきところは保管をされ、順風満帆に船出をされ、今日に至っていると認識しています。ここで前置きの話はこれぐらいにして、以下本題質問を4点させていただきます。えー、まず1点目は、文科省や府教委の教育方針、新学習指導要領等々を遵守することは当然ですが、 そのほかに藤本教育長としての地域に根ざした宮津ならではのローカル的な部分での教育方針重点目標についてはどう考えておられるのかお伺いをいたします次に2点目は宮津教育委員会では平成23年4月に学校教育の重点を策定し 教育の基本理念、目指す人間像、学校教育のテーマ、そして教育の基本理念の実現に向け、実項目の重点も目標を掲げていますが、この実項目を達成するためには、具体的な中長期的な行動計画の作成が肝要かと思います。すでに3年を経過しておりますが、 学校教育の重点の中長期的な行動計画の作成はどう考えているのかお伺いをいたします次に3点目は教育委員会の機能あり方教育長の任命権等について全国的に全国的ないじめ事件に端を発し広く物議が 交わされていますがこの件についての所見があればお伺いをいたします。最後の質問ですが、時期焦燥かもしれませんが、教育長就任1年間の職務を振り返り、率直な感想、並びに意見があればお伺いをいたします。以上、私の一般質問を終わらせていただきます。ご答弁をよろしく。 お願いをいたします。はい、藤本教育長。 私から木内議員の教育行政等についてのご質問にお答えをいたしますえ。早いもので私が教育長に就任して1年が経ちました。昨年の12月のこの定例会で緊張をしながら就任のご挨拶をさせていただき皆様方の温かい眼差しで迎えていただいたことを昨日のように思い出しております。 こうして木内議員から教育長として就任1年目の振り返りの機会をいただいたことに感謝を申し上げる次第でございます。ありがとうございます。4点いただきましたご質問に順にお答えをいたします。最初に、に点点目目のの宮津ならではの教育に関わる方針や重点項目 についてでありますこの宮津という町は特別名所天の橋立をはじめ海と山の豊かで美しい自然の営みとのどかな中にも厳しさのある気候風土の中で培われたおおらかで粘り強い人間を育て 育んでできた町でありますまた明治時期には新しい時代を迎え新しい知識を身につけたいという青少年の願いと新しい政治を求める人々の願いに応えるために有志によって設立された天教義塾,義塾があった新進気鋭の町であります。 このような環境の中で創意工夫を行い自らのものとしていく知恵また新しい風を呼び込みそして自ら行動していく勇気行動力こういった特性を兼ね備えていることがこの地域で育った宮津人の特性であろうと考えております。宮津ならではの教育にあたっては 私はこの素晴らしい気質を持った宮津人を目指し子どもたちを育んでまいりたいと考えております。恵まれた自然環境を愛し感謝できるような人の育成地域の伝統や文化生活等を学ぶふるさと学習を通じて地域の特性や歴史の 習得そして学習面や運動面においても自己の持つ力を最大限に発揮しまた自らの限界に挑戦することでさらに力を高,高めていくチャレンジ精神の育成これらを通じて世界に誇れる宮津人を育成してまいります。2点目の 学校教育の重点における中長期的な行動計画の策定についてであります学校教育の重点と社会教育の重点は毎年その都度その時々の教育的課題等を踏まえて重点目標を設定し目標達成に向けて学校教育と社会教育の両輪で 取り組んででいいるところでございますまたこうした毎年毎年度のローリングをしながらの取り組みのほかに議員俺の学校教育及び社会教育の重点の中長期的な計画となる教育振興基本計画などの策定については目標を達成するための 有効な方法の一つであると認識しているところであり、今後、PDCA サイクルを活用しながら、検討課題とさせていただきたいと存じます。次に、3点目の教育委員会の機能、あり方等についてであります。現在の教育委員会制度では、教育長と 非常勤の教育委員で構成する教育委員会がすべての教育事務の執行責任を負い常勤の教育長が教育委員会の指揮監督の下ですべての事務を執行することとされていますしかしながら課題等が発生した時にこうした制度ゆえに 課題等を解決すべき責任者は教育長なのか、あるいは教育委員会を代表する教育委員長なのか、それとも合議制ゆえに全ての教育委員なのか、責任の所在が不明確となっているとのご指摘もあるところでございます。このことから、地方公共団体における、 教育行政の責任体制を明確にするため、常勤の教育行政の専門家である教育長を教育公共団体の教育行政の責任者とするよう,するよう抜本的に改革,改革すべきとの議論が現在、国の中央審議会において行われております。このの議論の中では首長 の責任を明確化するため教育長の事務執行が一しく適正を欠く場合や児童・生徒等の生命及び身体を保護するための緊急の必要がある場合には組長が積極的に関与できるようにするべきなどの意見もあるようでございます教育委員会制度についてはその時々の時代に応じたものになるよう 見直していいくべきかと思いますが私としては教育は政治的中立性、継続性、安定性が担保されている必要があると考えており改正後の制度が現行制度の趣旨に十分に反映されるものになるべきと,との思いを持っております。最後にご質問,ご質問をいたただきました 平成24年10月1日に教育長に就任してから、1年余りが過ぎましたが、この間の私の思いについてお答えをさせていただきたいと思います。この1年、教育長として、宮津の子どもたちの教育においては、学力の定着、体力の向上、心の健全な発達の3点においては、 全力でその取り組みを行ってきたところでございます。特に学校教育の範疇では、学力の向上については避けて通れぬ課題でありますが、これを当然のこととして受け止め、進めていくためには、まず子どもたちの健康が大切であります。健康と一言,一言で言いましても、 自ら子どもたちが体を鍛え、自己の身体的可能性を追求するためのチャレンジをしていくことが必要で、こうした日々の努力の結果の一つに、健康があると思います。また、チャレンジした結果がそれぞれの子どもの力となって、それはさらなる可能性を広げていく、こうしたことを期待しながら、各種施策に取り組んでまいりました。 このチャレンジ精神の育成や体力の向上については今後も積極的に取り組んでまいりたいと考えておりますまた人としての心の育成人権意識の高揚といった点においても取り組んでまいりました特にこの1年はいじめであったり体罰であったり 多くの事象が問題化した都市であり、こうした課題克服に向けて一過性のものとならないよう、継続的な取り組みを行っているところであります。問題の解決にあたっては、教員の資質の向上といったことも大切なことでございます。教員一人一人が人権意識を持ち、 子どもたちの思いや状況を感じ取っていく、教師として、人として人間力を高めていく、こうした取り組みについても、時間を費やしてきた1年でございました。子どもたちのより良い教育環境の実現に向け、学校再編について、真摯になって協議をいただきました地域の皆様、宮津市の社会教育、 また、スポーツ文化,団体、えー、文化行政の推進にご協力いただきました各社会教育団体などの関係者の皆様また京都市伊北で初めての重要文化的景観区域選定の答申を受けた府中地区の皆様をはじめとして多くの市民の方にご協力をいただいたことを感謝してお礼を申し上げる とともに、今後も協力、ご理解をいただきたいと存じます。存じ、存じます。以上、ご理解を賜りますようお願いを申し上げ、答弁とさせていただきます。はい、木内俊明さん。はい。 非常に的確なご答弁をいただきました、しかし、確認の意味で,です、ね、数点質問をさせていただきたいなと思います。まずは、宮津ならばの藤本教育長のポリシーにつきましてです、ね、非常に確兆あるといいますか、ご答弁を賜りました。 まあ私はあのまあ常任委員会も総務委員会でございませんのでまあなかなか今日まで教育長の教育の考え方というのを聞く機会がございませんでしたまあそういうことでいつかまあこういった機会をとまあ思ってたんですけれどもまあ,あまり早く質問をするのもまあ失礼かなということでまあちょうど1年経過したからとまあこういうことで今回。 まあ一般質問をさせていただいたところで、えー、ございます。まあほんで今のあの教育長のまあ見えずならばのポリシーこれにつきましてはまあ私がですね、えー、いろいろと論じると論,論評するとまあそういったあ問題ではないとこのように思いますんでまあ粛々と。 受け止めさせていただいて、まあ今後見守っていきたいなと、まあこのように思っております。まあそういった中でですね、二点ほどご質問をいたしますけれども、まず一点目はですね、あのまあ横山教育長の時からこの魅力ある学校づくりというものを進めてきたと思います。 で昔はまあその前はあの特色ある学校づくりだってこれ7年間ほど続けてきて22年23年度からですか、まあ、魅力ある学校づくりとに変わっております。そして23年度はまあ計画で24年度は実践そして25年度はまあ実践総括ということで、まあ、3年間のスパンで今取り組んでいると思うんですけれども。 まあこの25年度はまだまあ来年3月まではまだ3ヶ月今日あるわけですけれどもまあ今総括をまあされたのかどうかまあその辺ちょっと分かりませんけれどもまあ総括をされているんであればですねまあその内容をお聞かせいただきたいしまあ来年以降この魅力ある学校づくりというものをまあ方向性として続けていくのかどうなのかとその辺の意向につきましても お伺っておきたいなと思います。それと二つ目はですね、あのまあ横山教育長非常に、えー、数値目標を掲げてですね、まあ現場の先生方にも分かりやすいまあメッセージを発して教育を進めてきていたと思います。まあそれはご承知の通り。 2 1 0 1 0 0 0 0ロの20ですか、まあ、この意味はもう割愛をさせていただきますけれども、まあ、この数値目標をですね現在も藤本教育長は継承されているのかそれとも見直されてまたほかに保管をされているというか、まあ、追加をされた目標を掲げてこういった 分かりやすい数値目標ですね、えーまあ、して教育を進めておられるのか、この辺についてもちょっと確認の意味でお尋ねをしたいなと思います。それと、学校教育のこの重点目標で、えー、重点でございますけれども、まあ、24年度と25年度、ちょっと比較をさせていただきますとですね、まあ、25年度、この教育の基本理念というのが非常に、 シンプルにま分かりやすく。なっております。24年度から見ますとですね。ま、私も非常にえま、これであればま理解できるなということで見せていただいているんですけれども、ましかし、こういった教育の基本理念というのがですね。これ、23年度にま作っていると思います。3年ま2年や3年でえま変わるものかどうかと。 やはりこの基本理念というのは少なくとも5年とか10年でまあ見直されてそのぐらいの単位でこう見直されていくんじゃないかなと思いますけれどもこの教育の基本理念がまあ内容的にはあまり変わっていないんですけれどもまあ変えたと25年度に変えたとこの辺の意図ですねこれは教育上が変わったから変えたのかどうなのかはちょっと分かりませんけれどももうその辺の意図を をちょっととおお尋ねしておきたいなと思いな思ますそれとこの学校教育の重点また社会教育の重点これを23年度に作りましてこの基本理念の実現に向けていわゆる、まあ、目標を実行項目を決めて施策を組んでこうローディングしてやっておられるわけですね。 しかしほんで私はこの学校の重点というものがですね当初はこの先ほど教育長が答弁でありました教育振興プランかなとこのように思っておったんですところがあそうでもなさそうで毎、まあ、年これをローリングして見直して施策をチェックされてやっていると。 こういういほんで私あのちょっとその辺について、えーまあ、調べたんですけれどもこれはあのちょうど教育基本法がです、ね、平成18年に改正されましてほんでいわゆる教育資本振興基本計画、まあ、京都不教委ではあ振興プラン計画プランですか振興プラン。 言義務、いわゆる義務規定ではないわけですけれども努力義務としてです、ね、いわゆるこの教育基本法が改正されたときにそれぞれの地方自治体で,です、ねまあ、作った方が望ましいと、まあ、このように決められていると思います。 でおそらく横山教育長の時も作ろうと仕掛けたんじゃないかなと思いますけれども、まあ、たまたまもう来年というあ去年ですか任期満了ということで、まあ、手掛けかけたけれどもできていないと、まあ、こういうのが今日の現状ではないかなと思うんですけれども今後先ほどあの、まあ、この重点をですね、まあ、ローディングしている重点を一つの まあ、基礎としてですね、教育振興プランをまあ策定していきたいというみたいな意向をちょっとあの述べていたんじゃないかなと思いますけれども、この辺の教育庁としてですね、えーまあ、今後、そういった意向があるのかどうか、この辺につきましても、確認をさせていただきたいなと、このように思います。 それから教育委員会のあり方とか機能、昨日また教育長の任命、ものもののことですけれども、これにつきましても先ほどご答弁がありました、ほんで、これにつきましては、中教審で11月の下旬ごろですか、答申が出ました。 で学校の最終、まあ、権限というのは地方自治体の町にあると、まあ、市長だと。で従来はまああの教育委員会がまあ執行機関であったわけですあるわけですけれども、まあ、ところがまあそういった答申が案が出ましたけれども、まあ、関係者の多くはですねやはり先ほど言いましたとおり教育は 政治的中立性を保つ必要があるとまた特定のイデオロギーを持ったあ、まあ、市長が誕生したらですね、まあ、教育現場が混乱しちゃうと、まあ、そういうことでやはり教育というものは中立性を維持していく必要があるということで、えー、京都市長の門川市長もですね、まあ、反対を 明言したというのを、まあ、私、新聞記事でちょっと読んだわけでありますけれども、まあ、ほんで、この辺については、あの教育長もです、ね、先ほど言いましたとおり、やはり学校教育というのは、中立性なり、安定性と、まあ、こういうものを担保していかなければいけないということでありますし、まあ、私もその通りだろうと、このように思っております。まあ、そこで,です、ね、今回あの、まあ、発言の通告はしていないんですけれども、 これは市長にちょっと伺いたいんですけれども、中教審の今の答申案ですね、そのについての市長のご見解といいますか、そのへについてちょっと伺っておきたいなと、このように思います。それと、今回、教育委員会につきましてですね、まあ、 いわゆる教育委員会が今委員が5名で合議制でやってるわけですけれどもいろいろと教育委員会のあり方機能いろんな議論が大津のいじめの問題でですね出されました。 まあ、そういう意味では、まあ、今回そういった議論がされたということは非常に意義が私はあったんじゃないかなと思います。というのはですね、まあ、我々市民にとっても、まあ、議会にとってもですね教育委員会というのは何かこうブラックボックスであってですね、まあ、私のこれあの感覚かもわからないですけれども、まあ、あの会議規則に基づいていろいろと おー協議はされているとは思うんですけれどもなかなかまあ,あの何やってるんやなということがまあ私も理解ができないと、まあ、そういった意味ではですねやはりあのガラス張りというか、まあ、そういうことも必要かなとまあ議員も今市民の中に <laughs> 見える化運動ということで議会報告会をやって出て行ってるわけですけれどもそれによって議会の存在意義存在価値というのを市民に認めてもらうというかそういうことをやってるわけですけれども、まあ、そこでですね私もあのこれもインターネットでちょっと教育委員会の,のそういったあまあ何かないのかなと、まあ、あのガラス張りっていうかね法的な根拠というか。 ということで、ちょっと調べましたらね、平成19年6月に、この地方教育行政の組織および運営に関する法律というものが、改正をされております。ほんで、これを見ますとです、ね、教育委員会の自己点検、評価に関する規定が新設されてです、ね、いわゆるこの管理・執行状況について点検・評価を行い、 その結果に関する報告書を作成して、これを議会に提出、公表しなければならないこととなっていると、これは義務規定であります。ですから、こういった学校の重点とか、社会教育の重点、こういうものについてもですね、ローリングして、どういった学校、取り組みを評価してですね、そして検証され、 総括をされたかとそういった事業,事業評価、まあ、そういうものをですねやはり議会に提出して公表するということが義務規定になっているということをまあちょっと知ったんですけれども、まあ、この辺はあの総,務分総務委員会でまあ報告されているかもしれませんけれどもまああの ちょっと私は総務委員会常任委員会違いますので、えーまあ、しかしこういうのはあの、まあ、勉強とか、ね、そういうところで1年に1回ぐらいはです、ね、やはり学校のそういった自己点検評価というものをです、ねえーまあ、あ公表していくとそうするとです、ねまあ、教育委員会の機能役割 というものが非常にガラス張りになってですねまあ我々市民なり議会とも非常に身近な接点が生まれてく、えー、るんじゃないかなと、まあ、このようにも思ったりもいたしました、まあ、そういうことでちょっとあの今回、まあ、教育長がまだ就任して1年目ということでありますんで若干今後の宿題も踏まえてですね 今回、気になったことをちょっと、まあ、質問をさせていただきましたので、えーまあ、答えられる範囲でご答弁をしていただいたら結構でございますので、よろししくお願いします、はい、藤本教育長、はいえー、6点ほど、点もありました。 いくつ出てくるのかなと、非常に心配をしたところでありますが、あの最初に、えー、言われましたあの、魅力ある学校というふうな部分あの、23年度、24年度、25年度と、この3カ年計画で、各学校にあの魅力ある学校づくりというふうな、えー、中身をずっと各学校が考えて、そして今年その発表の年になっております。 で発表してくれた学校が今のところ3校ほどあります、でまあ、この年度というふうなことでありますので、あのこれから先、この魅力ある学校のまだ総括とか、そういうふうなものは委員会としていたしておりません、でその総括をしながら継続をしていく。 私個人としては非常にこの取り組みは有益だなというふうには思っております。そういうふうな部分で総括をしながらまた皆さんにお伝えをさせていただきたいなというふうに思っております。それから2点目の数値目標というふうな部分であります。この数値目標というのは学校共通課題というふうなことで えー、21010000そして、えー、20というこういう数字の目標を各学校に下ろさせていただいておりますあのもう皆さんご存じだろうと思うんですけども210というのは本来学校授業日数は200日おおむね1年間それを土曜日 活用等をうまく利用しながら、なんとか授業時間を確保できないかということで、目標を210というふうにさせていただいております。それから、100というのは、児童・生徒たちの評価、要するにテストをして、取る点数を100点というふうに置いております。これは指導要領の中にも そういうふういふに明記されておるんです教えた事柄については100点を取らすとそういうふうに各教師に伝達をしそのように子どもたちの学力等に関わってしっかりとした評価ができるように評定ができるようにというあたりで100をつけております。 ゼロゼロというのはいじめがゼロそして不登校がゼロですでこの目標に向かって今、えー、邁進をしておるところでありますそれから20というのはこれはあの労働基準法で定められているいわゆる1日8時間労働というふうな部分を大きく出てしまうんです でこの20というのは20時、要するに8時には学校をもう出て家へ帰りなさいとであの、学校という現場はなかなか複雑な部分がありまして、本当に勤務時間のギリギリのところまで生徒、えー、たちがいたりとかいう状況があります、それから先生たちが毎日の、えー、仕事の整理をしたり、明日の準備をしたりしていくと、どうしてもそれよりちょっとこう時間がオーバーする。 下手をすするととと本当に10時12時といいう,うなこともございますだけど、そういうふうな勤務条件では良くない。だけど、20という数字は、老朽法から言ったら当然逸脱する部分であります。で、そういうふうなことも踏まえながら、できるだけ早く家に帰りなさい、そして先生方の健康をしっかり作りなさいと、保持、増進さしなさいという、そういう思いを持って20が設定をされています。これが各学校に共通した 課題の数値でありますそれであと一つまたゼロをひっつけましたこの10月にそのゼロは何なんだと言ったら実はあのこの1年間不祥事交通事故も含めいろんな不祥事がたくさんこの管内に発生しましたそういう不祥事に関わってそれをゼロにし,しようということで 公聴会でそういうふうなことを言いましたただこれは年度当初にそういうことを言ったわけではありませんで次年度からはこのゼロというふうなものを引っ付けてこれを継承していきたいなというそういう思いは持っておりますそれからこの学校教育のあるいは社会教育の重点ということで理念というふうな部分があります宮津市の教育の理念 旧知議員からも、えー、おっしゃっていただいたように、中身が少し変わりました、でこの理由は何かといったら、実はあの昨年、就任をして、社会教育やいろいろな現場へ行かせていただきまして、その時に多くの人に、あの教育長あの、この理念は非常に難しいなと、もうちょっと分かるようにということよりも、 本すっとこう読んでいけれるように変えてもらえんかなという強い要望があちこちでというても23だったんですけどもあの聞かせていただきましてああそうかとあの私も読ませていただいてなかなかあの難しい表現であの拡張の高い中身だなというふうには思っておりましたで大きく流れを変えずにあの少し柔らかな 表現をさせていただいたということで、中身が毎年毎年変わるというふうなことはございません、でどうしても、えー、いろんな方々からあの、これはちょっとおかしいんちゃうかというふうなことであれば、また検討もさせていただきたいと、しかし今のところは、えー、これでしば,らくを続けさしばらく続けさせていただきたいというふうに思っております。 あの木口議員も先ほど言われましたようにこれは京都府の教育の振興プランこれをもとに書かしていただいておりますでこれは毎年それぞれに少しずつ緩やかに変わってまいりますで、その中で具体の方法とかそういうふうなものをこの教育あるいは社会教育の重点の中で具体の中身を少しそれにプラスをさせて えー、付けさせてていいただいておりますそれと5つ目の、えー、教育委員会制度あの中教審の答申でございますけれどもこれは非常に、えー、いろんな考え方がありますで、あのー、私自身は先ほど答弁でお話をさせていただいたように、あのー、学校教育あるいは社会教育も含めて、えー、こういった部分については あの一定、しっかりとした、あのなんていうか、あまりあのいろいろとイデオロギーとかその、首長の考え方も大事ではあるんです、そのことも尊重しなければならないんですけれども、そのことによって、大きく何か教育の中身が変えられてしまうという、そういうものであってはいけないと。 いうような思いを私自身は強く持っておりますで今後こういった制度そのものについてしっかりと見ながらより宮津市としてしっかりとした行政を行っていきたいというふうに思っておりますそれから最後でありますけれども 教育委員会がちょっとブラックボックスではないかという、そういうご質問がありました。そういうことはございません。あのちゃんとあのこうしてあの、傍聴するように準備をいつもいたしております。でそういうふうな中で、教育委員会の審議、あるいは協議については、粛々と、えー、協議を進めているところであります。ただ あの議員がおっしゃっておし、私も恥ずかしながら教えていただいたんですけども、あの議会に報告の義務を規定するというか、えー、義務規定があるということを、私、実は今、初めて聞かせていただきまして、なるほどと、そういうふうなものがあったのか、だったらそれはやはりきちっと議会の方に何らかの形で、議会で言えなくても、先ほど言った委員会の方できちっとした報告をしなければいけないなという。 そういうふうに思っておりますので、またできるだけ皆さんのお知恵をお借りしながら教育委員会がしっかりとしたものになっていくようにやっていきたいと考えております。以上でございます。木内俊明さん、はいえー。それではあのまあもう最後でございます。えー、先ほどあの。 ちょっとまあブラックボックスというのはちょっと言い過ぎあったんかな。どうやろ？<laughs> その辺については、ちょっとあの訂正をさせていただきます。まあ,あの教育長1年まあ経過したわけです。けれどもまあ、先ほどこの1年間の振り返ってですね。色々と思いを述べていただきました。まあ、特にこの1年間えー。まあ、学校の再編。さらには学校の。 耐震補強耐震関係ですねまたいじめなり体罰そして、えーまあ、亀岡での通学時の交通事故なり、えー、また先生の不祥事、まあ、こういったいろんなですね、えー、こともあったと思いますまあそれについて、えー、まあ迅速にそれぞれ対応していただいてですね、えー、まあ1年を 過ごされたといういった意味では非常にえ多忙で、えー。あったのではないかなとこのように思います。まあ、そういった中で、この1年間のいろんな事象を捉えてですね。先ほどまあ、あ知得体ですか？まあ、そういった特にまあ、体力なり。また。教員の皆さんの資質の向上なり。 また、いじめ、体罰、婚についてもです、ね、今後といいますか、今日までまで、あ、取り組んでいただいたということで、特にです、ねまあ、体力についてはです、ね、まあ、力を入れてきたと、まあ、今後とも入れていきたいということでございます。やはり健康な体に、やはり健全な心が宿ると、まあ、言います。やはり健康ででで元気でなければですね えーまあ、心も学力の向上もないんじゃないかなと思いますし、まあ、知得体のバランスあるです、ねまあ、子どもの教育育成にです、ね、今後ともご努力をいただきたいし、まあ、この1年間非常に多忙を極めた1年間ではあったと思いますけれども、まあ、あ今日では本当に明治ともにですね、えー 宮津の教育長として頑張ってこられたと、まあ、そういったことが十分伺えたと思いますし、まあ、今後ともです、ね、教育長の活躍にです、ね、期待をいたしまして、まあ、エールを送りまして、質問を終わらせていただきたい藤本教育長。はい ありがとうございます <laughs> <laughs> あのちょっとあの私先ほど菊池議員から教えていただいたいわゆるあの議会に報告の義務というふうな部分であの実はこれはあの法的な形での,あの報告はさせてはいただいておりませんがあの4月当初あの市長の施政方針演説 の中で、委員会は去年こういう風なことをしました。とか、そういうふうなことをきちっとあの入れていただいております。ただ、その法的なという風うな部分については、あの問題はありますけれども、あのそういう意で議員の皆さん方には一定報告をさせていただいてますので、そのようにご容赦いただきたいと思います。すいません。どうもありがとうございました。